ここって大間館に入ったはずなのに似ているけど違う。そっか、多分だけど時空が歪められてる。はあ、この妙な場所もあいつのせいか。人様に迷惑かけちゃうのは仕方ないにしても、私を巻き込むなんて。うん、これはお仕置きが必要ね。こちらのセリフじゃない？どうしてここにいるわけ？分かっているわ。きっとあなたのせいなのよね。何が？あらあら、しらばっくれるの？何なのよ。私、コウマ館に呼ばれたの。呼ばれ？ええ。なのにこんな場所へ。どうしてこの私が。白状なさい。知らないから。そうですか。知らない。サナエ、この場所の正体わかる？いいえ、残念ですが、気づいたらこちらでふわふわ華麗に浮いていたの。きっとよからぬ呪法の類だわ。そんなに怒らなくても。じゃあね。待ちなさい、白霊の巫女。質問があります。この人であり神でもある私がどうしてこのような異界に囚われているのか、あなたがご存知じゃないとは一ミリも思えないの。疑ってるの？いいえ、これは確信です。生きがっていても顔が青いですよ。展開！うわぁ！受け継がれてきた力を見なさい、グレイソーマタージ。準備完了！はっ！はっ！うわぁ！誤解してました。もっと強いこと。絶対受け取れ！はっ！危ない！手加減してあげてもいいんですね。いいもの見つけた！絶対受け取れ！生きがっていても顔が青いですよ。絶対いけそうね。行くわ。私から終わらせてあげましょうか。油断したわ。奇跡を見せてあげます。覚醒の明るすぎる夜。準備完了！行くわ！嘘！こんなの間違ったの？この私が負けるなんて！仕方がないですね。あなたが相手だものね。で、ここには何をしに来たわけ？何か用があるそうで、でもまだ聞いてません。それに、呼ばれたのは私だけではないみたいよ。そっか。それにしてもさ、
わけのわからないようなのに、よくここまで来たわね。それに今日はとってもいい天気でしたし、道中の和菓子屋さんで買ったお団子の美味しかったこと、美味しかったこと満喫したのね。ええ、もちろん。そうそう、大事なことを一つ教えてあげましょう。大事なこと？私たちどうやら出られないようです、この高魔鏡という空間の外に。何それ、高魔鏡？あとは任せました、白霊の巫女。勝手なこと言って。でもそうなるのよね。ええ、そうなります。だって不穏な事態が似合うのってあなたの方ですしね。じゃあね。はい、ごきげんよう。気をつけてくださいね、白霊の巫女。高魔鏡の秘密は一つではありません。ここから出られないだけではないようだから。キャッ、このことに気づくだなんて、さすがサナエ様ね。私の前をうろちょろするならやめることね。